よいしょ。くるくるジャパンに帰ってきたよ。よしって感じで。いやー今日は涼しかったです。雨が降ってね。はい。ということで今日のおつまみはダダーン。刺身盛り合わせやっちゃったー。はい半額はい、ほら絶対卵も食べるでしょ。卵ね、ね、ほうれん草ね、バター炒め、これこの後に食べたいと思います。ということでザン、いつも通り今日は生でキンキンでサントリーでいっちゃいたいと思います。今日はね1本にしておこうかな。ビールちゃんね、ビールちゃん、うちのビールちゃんは、なんか、なんか暴れてますね。よし、じゃあ温めたほうれん草から食べてみたいと思います。うん、うん、うまっ、いこ。うまくなってきた。継ぐのうまくなってきた。よし。じゃあ食べましょう。KP っていうの恥ずかしいっていうことで行ってきます。今日は勝った。うめ。うますぎるよ。いや。よいしょ。いやーなんかあれかな、どうだ、炭酸また冷やしてなかった、失敗した。今日はね芋焼酎でいきます。本格芋焼酎、黄金の安納をちょっとね飲んじゃいたいと思います。いっちゃうよ。シュー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 で、この志村さん飲みの近いやり方でいきたいと思います。8割芋焼酎炭酸入れます。本当はね志村けんさんの目ちょっと水を入れてるの、僕炭酸をジョボジョボって入れて混ぜないっていうわけわかんないやり方で、ちょっとつぶってるわけわかんないやり方で、買い買えるぞ、どっかに見えない、蚊がいる。よし、じゃあお刺身行ってみましょうかね。うわお刺身好きよ俺。うん、うめえ。芋が分かってくるとあれだよね、なんか、ああ酒知ってんなーって感じ。はあ、うめ。
かい。なんかいるぞ、どっかに。見えない蚊が。やっぱりね、仕事してる時が一番酒うめえな。仕事して走っての時が一番うまい。まあ走るだけでもうまいんだけど、仕事を何だろう、嫌な仕事を頑張ってやった後の、あと走ったプラス酒がうまいね。やっぱハマチかな。うん、付き合ったら、あ、女性と付き合ったら動画で出してくれますか。そこな、そこな、一番重要な問題なところだよな。みんなそう思ってるだろう。こいつはどういう動きをしていくんだって、隠すのか隠さないのかってね。いや、わかんないよそれ、わからないよ。うん、そこなんだよ俺が悩んでいるところは。でも多分こんだけ俺にさらけ出してると多分みんな気づくと思うよ。あ、こいつ女できたな、この野郎みたいな。ちょっと動画の回数減ってるぞ、みたいな。あれ、ちょっと作り方変わってきたな、みたいな。匂っちゃうんじゃないの多分。あれ、こいついつも皇居行ってんの、何違うとこ行ってんのみたいな。なんか、あると思うよ。俺はわからないと思うよ。隠すと思うんだけど、隠せないだろうな。できそう？できるの？俺50近いんだよ。もうフルおっさんだよ。フルおっさん。今日もさ、ちょっと置いちゃうけど、今日もさ、これだけ食べちゃう。触ったやつある。うん。今日もさ、今日座れたの、帰り電車これ持ってさ、こうやってやってさ、こうやってやって、それで隣に女性座ってさ、でいつもこの話してんだけど、俺汗びっしょりの、あの2回、1日2回俺のリュックっていうの、俺の汗を吸ってるの。夏リュック洗わないからランウェア洗ってんだけど、でもランウェアってね、脱ぎたてすっげえ臭いんだよ。こうふわんってくるの、ふわんってこの臭っ臭っみたいな、ちょっと臭っってなるんだけど、強烈なやつじゃないんだよ。なんかこうほんわかっていうのがあるんだ。なんかほんわかちょっと臭いなみたいな。でも一般人からしたらすごい臭いかもしれないじゃん。こうさ、電車で座ってて、お姉さんいるじゃん、こっちに。こうやって俺、帰りの電車に YouTube で返信するから、こうやってグーってやってて、そしたらさ、こっからさ、ふーってくるのよ。ふーって。俺、脇かなと思って、俺脇臭くないから、脇じゃねえやと思って。やっぱカバンだと思って、カバンをこう、嗅いでるわけじゃん、こう。嗅いでもさ、何が原因かわからないんで、いつも。どこが発信源なの、これいつも言ってるんだけど、その匂いの発信源がわからないんだ。これが困る。本当に。どこが発信源なのか、俺の体なのか、洋服なのか、リュックなのか、洋服なのか、全くわからないんで、もう全部びしょびしょすぎて。ね。ほんと困っちゃうよ。うん。
夏はねずっともう汗かいてっから俺ずっと潮吹いてっから体から。うん、これなんだ、これが葉巻っぽいな、なんか。うん、終わった、よし終わったぞ。あー、わかんないよね。うん、濃いでございます。うめえ。でも久々手作りのご飯食いて、誰かの、誰かのって言ったらいいんだけど、俺毎日さインスタのさ、なんともさんの手作りの お弁当の写真を見るのが好きなんだけど、あ、やっぱそのフェチが強くて、なんかそれ見るだけで、なんか、うわ、うまそうだなーって。はぁ、いいなーって思うんだよね。心から。心の底から。なんでこんな頑張ってるんだろうって。幸せだなーって、この子は、って思うんだよね。その、愛じゃん、手作り弁当って。だから手作り弁当の、ほかほかの弁当屋さんってやってられるわけじゃん。手作りだから。みんな手作りの愛を求めてるわけじゃん。その愛がさ、そのね、若いお母さんから作ってもらって、それを持って美味しかったよって言われるのは素敵なことだし、別に俺関係、何にも関係ないよ。おっさんなんだけど、それを食いてーと思うんだよ。それ食わしてくれと思うんだよね。全く関係ないんだけど、あの、人んちの飯食えない人っているじゃん。多くない？結構ない？人んちの飯食えない人って。何気に。うん。人が握ったおにぎりとか。食えない人多いじゃん。俺全然食えるから。どこんちの飯も食えるからね。もう大好き、もう。うん。本当に。サーモン。うん。恒例の酔っ払ってる時間。バーン。もういつもピタリと合っている。酔っ払ってる時間。そして9時半から10時に寝ると。3時半に起きると。っていう生活です。うん。おかしいよね。3時半に起きるって。彼女作るってどうなんだ。 YouTube 作ってる人で彼女作る人すごいね。どうやってやったらいいか分かんねえ、マジで。 SNS でこうリア充な投稿、かっこいい自分を投稿して、それに付き合うならいいけど、俺こんなダメな自分出しちゃってるじゃん。ダメ、もうダメじゃん。なんかちょっと外れ馬券 100% じゃん。それで一緒に遊んでくれる人ってちょっとおかしい、ちょっと変じゃんかなと思うんだけどね、俺はね。
そ大丈夫かなって心配しちゃうんだよ。だから俺もうなんか無理しちゃうんだけど、俺なんかあれだから、なんか大丈夫かなって心配しちゃうよ。心配しちゃうんだよ、ね、刺身ってなんでこんなうまいんだろうね。ね、ありがて、今日がありがて、ね、ね、今日がありがてよ。ラストいくよ、ラスト。うん。アイスクリーム、アイスの中で一番の売り上げを誇ると言われているこれを食ってもう寝ます。これうまいんだよね。ナンバーワン、ナンバーワンアイスクリーム、うまかった。なんか今日は疲れたので糖分がうまいです、うまいです。明日からまたね、走って走ってもぐもぐ食べて飲んで寝てっていう、イエーイ、飲んだよお前、ダメだそれって、ダメです、ダメ中年です。でも頑張るよ、頑張るからね。またね、明日ね、バイバイ。うわ、みんなに会いたいよ。